ちょっと今日終わりにしようかな。こんにちは、ことぶきさん。こんにちは、なんだかこのやりとりも慣れてきたね。データ解析の方は順調？ええ、ちょうど今終わったところです。どうやらお兄さんはこの手紙をあなただけに宛てて書いたようですね。そうなんだ。私だけに？ですので、ことぶきさん、あなたが最初に目を通すのがいいかと。じゃあ黒井さんまだ読んでないってこと？かわいいなぁ、いちいちかわいいなぁ。どうしました？なんだか平和だなって思って。何も起こらないという意味ですか？確かにあれ以来大きなニュースはありませんね。このまま邪神の話も嘘だったことになって、日常に戻れるのが一番いいんでしょう。誰にとってもね。私たちにできるのは身近なことをこなすだけです。誰もが世界を救う英雄になれるわけじゃない。何もせずに終わってしまうのはもったいないと思うの。諦めたくないから。そうだね。非常にいい子だね。非常にいい子だ。ええ、その気持ちが大切です。ことぶきさん、この世界に終点はあると思います。どうしたの急に。ちょっとお話がしたくなりまして。あなたと話すのは楽しいですから。ことぶきちゃん本当にいい子だからさ、なんか確かにいたらなんかめちゃめちゃ話したくなっちゃいそうな感じはあるね。そう言ってもらえるのは嬉しいけど、なんか黒井さんに言われると複雑かも。そんな。世界に終点があるかだっけ。おじさんが昔教えてくれた宇宙には終わりがないと一般的には思われている。でもどうしてそんな質問を。宇宙に果てがないのであれば、どうして空は星で埋められていないのでしょう。それは全ての星を私たちは観測できないからです。何億光年も離れた星の光は届かない。私たちにとっての世界は自分たちに観測できる範囲のことでしかないのです。確かにな、そうだな。なんだか哲学すぎてついていけないかも。何億光年先の星では俺たちみたいに住んでるね、奴らがいるかもしれない。宇宙人っていう。そうですね。ことぶきさん、パラレルワールドってご存知ですか？平行世界のこと？その通り。私たちが何かを選択するとき、世界はその数だけ分岐するのだと言います。こんなような話を警官がさっきしてたね。私があなたに出会う世界と出会わない世界、あなたがお兄さんを探す世界、諦める世界、一説によるとどれも存在するのだと言います。そんなことって本当にあるの？なんだかフィクションの話みたいね。もちろん証明はできません。だって私たちは一つの世界にしかいられないのですから。しかし私はこう思うのですよ。無数の選択肢が合わさって私たちはここまで来れた。それを奇跡と言わずとして何と言うでしょう。きっと他の世界の私たちにできなかったことを私たちはやってのくれる。そんな気がするのです。結婚してくださいっていう風にプロポーズにつながりそうなことだよね、これ言葉が。そういうわけで私はこの世界のことが好きです。あなたも好きですみたいな。あなたはどうだね。ああ、忘れていました。お兄さんの USB をお返しします。収穫があれば私にも教えてくださいね。ありがとう黒井さん。いえ、私も感謝せねばなりません。あなたは貴重な情報を提供してくださいましたから。情報集めね。なんか終わりそうな雰囲気があるけど。よう、二人とも。猫さん、昨日は楽しかったな。ことぶきの家でお泊まり感をしたんだ。猫さんが勝手にやってきただけだけど。ああ、そんなことしたの？描写なかったけど。特に焼き魚は絶品だった。ことぶきの父だかなんだかに追い出されたが。あれはさすがに食べ過ぎよ。お父さん、ことぶきちゃんのお父さんもまだ見てないもんね。さすが泥棒猫、もらうことに躊躇がない。誰が泥棒猫だ、クソったれ。お前なんかぶっ飛ばしてやる。でも結局ぶっ飛ばしたことないじゃないですか。普通に私の方が強いと思いますよ。でも猫ちゃんマジで神様なんだろうな。クトルフ神話の神なんだろうな、多分。あ、やってみろよ。なお私は神なので物理は効かないものとする。オタクみたいなこと言うね。また喧嘩が始まった。喧嘩するほど仲がいいって言うから。ちょ待って、なんか待って、なんだ、いろんなところに行っていろんな日常を楽しんでるのがなんか終わる前のなんか空前の灯火みたいな、そんな感じするんだけど大丈夫か。小手吹さん、今日は絶好の運動日和だな。君たちは元気でいいね。僕は暑すぎるな。ごめん、こむるよ。お邪魔します。今日は二人だけ。桂木さんはさっき帰っちゃったよ。あの人もあの子も大変そうだね。ことぶきさんもおやつにしないか。今日は私がコーヒーを入れるから安心だ。安心とはまた辛辣な言い方だな。じゃあちょっとお邪魔していこうかな。でコーヒーブレイクを楽しんで、
少し耳を貸してほしい。私の同級生がどうせ世界滅亡するんだから単位いらねえなどと言っているのだ。大宮先生も講義の出席率を嘆いておられる。気持ちはわからなくもないけど、サボりは感心しないね。まあね、別に本当に滅亡するんだったらいいけど、滅亡しなかった時どうすんだよって話をねお前もう一回200万ぐらいの学費払うんだぜみたいなね。みんな後ろ向きに捉えすぎだ。それに寿さんがお兄さんの手がかりを探そうと頑張っているのを見ると、私も頑張らなければと思うんだ。いいことだね。私？これは個人的な話だが、私は事務所の雑用としてでなく、兄のいる妹として力になりたいんだ。いいね、いい子だ、いい子、いい子たち。ほんと周りの人に恵まれてるね。まあ、寿ちゃん自身もいい子なんだけどね。なんか今日めっちゃと思うんだ大丈夫か？私の兄たちも普段は冷静だが、あれでなかなかの心配性だしな。私にはわかる。なんちゃって、なんだか羨ましいな。二人とも仲が良くて何よりだよ。菅原さんといると元気になれるかも。こんなこと言われたら嬉しいな。えへへー、ならよかった。しかし35チャンネルの息はすごいな。こういうのが好きな人も多いのだろうな。邪神につって、ついて知ってる人は少ないみたいな。少ないってことはいるってこと？それを書いてる人は。まあそこへ書いたところで、まあ相手にはされないだろうな。さて僕は佐藤を買い出しに行かないと。行かなくていいよ。あ、そうだ、菅原さんのお兄さんにお礼を言わなくちゃ。これお菓子の詰め合わせです。菅原さんとお兄さんの分。オンに切る。菅原さんのお兄さん、私の人探しに裏で協力してくれてたみたいだから。黒井さんと一緒に行けない。またよ、まだ読んでなかった。あ、 USB 刺して。もしや決定的 手がかりが見つかったりして、中には何が書いてあったんだ。行かなくちゃ。ええ、お邪魔しました。あ、ちょっと小手置さん。何何何、何か、何が書いてたの？邪神と世界の終わりはすぐそこまで来ている。この町から出ていかなければならない時が来た。でも僕は後悔していない。後悔するつもりもない。これは僕が選んだことなのだから。うん、そこはいいよ。とは声、君がこれを読んでいる頃には世界はもうじき滅亡するのだろう。ここはそういう風にできているのだから、この世界は普通ではないんだ。僕は今の君に真実を知ってほしいとは思わない。きっとそれは君を苦しめることになるだろうから。どんな選択肢を選んでも君は嘆き悲しむことになるだろう。君はきっと僕を探しているんだろう。うん、そうだよ。でもそれは徒労に終わるかもしれない。それほどまでにこの世界の真実は残酷なものなんだ。お兄ちゃんはなんでそんなことを。君は最後まで僕のことを忘れ幸せに生きてくれればいい。僕はそれを望んでいる。え、でも世界滅亡したら生きられなくね。お兄さんがまさか止めてるのか、世界の滅亡。それでも君が諦められないのであれば、僕に君を止める権利はない。全ては君が決めるべきことなのだから。本当にこの世界の真実を知りたいのであれば、あればそうすれば君は全てを理解するだろう。この間読ましてくれないんだ。君が僕を探すべきでないこと、僕が君に幸せに生きてもらいたいと思う理由も、仮にこの世界がどれほどひどい結末を迎えるとしても、君が僕のを探すのをやめないことは分かっている。君は昔からそういう子だったから、君の幸運を祈っている。いいお兄ちゃんっぽいけどね。そして全てが終わったら幸せに暮らしてほしい。僕のことを忘れて。なんだろうね。お兄ちゃん、私はただお兄ちゃんに会いたいだけで。何？何してんの？ことぶきちゃん。あ、いちか。ん？ことぶき、こんな時間に。おい、どうした？顔がぐしゃぐしゃだぞ。どうしたの？ああ、ちょっと静かなところに行こう。でも、一旦落ち着いた方がいい。焦ってもろくなことないから。これもう夜なのかな？時間的には。ここって入っちゃいけないんじゃ？秘密だぞ。誰にも言うな。真似もするなよ。なんかいいところに。あそこのあれか、公園の先か。そうか、そんなことが。うん、なんていうか、巻き込んでしまってごめんね。なぜ謝る。私は偶然お前に会っただけだ。しかしなんだ、お前の兄も妙なことを言い出すよな。わからない。どうしてお兄ちゃんがそんなことを言うのか。
黒井が言ってたことうさんくさいけどさ、まるっきり嘘だとも思えないんだ。まあ世界が本当に滅亡するとしたら、私も未練がないわけじゃない。後悔がないってわけじゃない。私の家族のことだってさ、どうにかできたかもしれない。弟のこともろくに見てやれなかった。私がお前のようだったらどんなによかったか。そんなこと。でも世界滅亡なんて大きすぎる問題だろ。私たちにどうかどうにかできることじゃない。私たちはできることをするだけだ。かっこいい。おお、いいカットイン。なんだか ずっとカットインって言ってるけど、こういうのなんて言うんだっけな、ほら、なんだっけな、ほら、特別な絵がパンって出てくるの。名前が思い出せない。お前の兄だってさ、お前のことを第一に思ってるんだろ。お前にとって真実を知ることが一番いいなら、お前の兄だって止めはしないと思う。私はそう思うよ。ありがとう。桂木さん、ずっと気になってたんだけど。なんだ？そのペンダントは手作りって ペンダントなんかしてんの？これは昔の友達にもらったんだ。まあ片身みたいなもんだ。よく一緒に星を見に行っていた。なんだその青春みたいな。ああ私もそんな恋がしたかったわーっていう、かぐや様が、かぐや様の駒があるけれど。まあそんなこともあって、落ち着きたいときは星を見るようにしている。別にロマンチストというわけではない。そうなんだ、素敵な趣味だね。これは私の趣味じゃなくて、あの人の趣味だから。多分私があの事務所に入り浸っていた理由わかるか。マスカ、その人が、その人関係してんの？あ、違うんだ。なんていうか安心できたんだ。信用なくした私にとっては。ナルミは迷惑しそうにしつつも追い出さないでいてくれるし、菅原はひたすら明るい。ようやく新しい場所ができたかも、できたと思ったのに、またそれをなくすかもしれないだなんてな。黒井の話を聞いて、なんとなく危機感を覚えて。だからお前、私はお前を羨ましく思う。ちゃんと行動を起こせるお前を。まあ、小飛ちゃんの行動力は確かに目を見張るものがある。俺も見習いたい。お前もさ、兄がどっかで生きてるって信じたいから頑張ってるんだろ。うん。でもお兄ちゃんは、本当に何もかも諦めてるなら、お前は今頃家に引きこもってるんじゃないのか。確かにな。本当は、ことぶきは本当のことを知ろうとして、行動を起こそうとしてたわけだろ。そうだね。本当はまだ諦めたくないのかも。お兄ちゃんがいなくなった理由、あ、間違った。お兄ちゃんがいなくなった理由を知りたい。何も知らないままだけは嫌だから。だったらそれを捨てない方がいい。お前は私のようになるな。私は半ば諦めかけている。死んだらあの人のところに行けるんじゃないかと。諦めるような年じゃねえだろ、いちかちゃん。ただ感傷的になっているだけだと思うけど。ちゃんと考えるべきなのにな。今までのことも、自分の未来のことについても。まだ若いだろ、未来あるぞ。うん。中学生と高校生だろ、だって。お兄ちゃんと星を見に行ったっけ？いつ？おじさんと三人で旅行だったかな。昔すぎて覚えてない。思い出させて悪かったな。そんなことないよ、私の大事な思い出だもん。誰かに神が乗り移ってるとしたら、桂木さんは勘弁してほしいね。ちょっと落ち着いたか。うん、大丈夫、うん、大丈夫じゃない、だいぶそれならよかった。足止めさせたみたいで悪かったな。うんうん、話してよかった。今は誰かと話したかったから。そうか。いい先輩って感じだね、笠木さんはね。じゃあ気をつけていけよ。明日も事務所で待ってるからな。毎日集合なんだ。そうだ、菓子パーティーでもやろうか、久々に。ありがとう、桂木さん。おやすみなさい。おやすみ。滅亡しそう、世界。大丈夫かな？本当にこの世界の真実を知りたいのであれば。黒井さんの何でも屋へ向かい、一番手前にあるモニターを起動するといい。そこにあるのか、何か。よし、行こう。マジか、ちょっとやめようと思ったけど、行くか。